校でラストマッチのイニエスタ。交代時に監督と目も合わせず。7月1日、神戸でのラストマッチとなったイニエスタ選手。スタメン出場するも、1点ビハインドの中、57分で交代を告げられる。交代時には相手監督であるペトロビッチ監督と約5秒間の抱擁を交わすも、自チームの監督である吉田監督とは目も合わせずピッチを去ってしまった。よほど監督と合わなかったんだろうな。握手すらなかった。いろいろ残念。イニエスタフルでやりたかっただろうな。吉田監督とイニエスタって関係性悪いの？なんでラスト試合なのにあんなあっさりしてるんだ？ミシャとは抱擁したのに、やっぱうまくいってなかったの？関係性を象徴する場面となってしまった。今日の試合見てたらイニエスタ使わない監督の方が正しい。最初から大迫出してれば違った。吉田監督でこの先新たな積み上げは無理。吉田監督尊敬するわ。イニエスタ使わないって判断するの相当な勇気がいると思う。吉田監督じゃなければイニエスタ出ていかなかったでしょ。監督のマネジメント力なんだろね。やっぱシーズン途中で退団を決断させたのは残念でしかない。イニエスタかわいそう。5年間お疲れ様でした。ありがとうイニエスタ。今回はここまで。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。